あ渡辺直美だあこの渡辺直美っていっぺよ、うん、あんた知ってっけこの人茨城出身だからねそう,そうだよあんた全然知らなかったああとこれ一緒に写ってる森三中の黒沢うんこれも茨城出身だからええー、お母さんめちゃくちゃ知ってんじゃん <laughs> あとあれ何だっけ あの、可愛い子、あの、鈴木奈々ちゃん。うん、奈々ちゃんもいい子だよ。あれも茨城出身だから。いや、奈々ちゃんとか言ってますけど、全然知り合いでも何でもないですよね。別に知り合いじゃないけど、いや、ね、応援してんだから大丈夫です。あの、ね、ちょっと確認取り<当>たかっただけなんで。えー、知り合いでも何でもないです。どうぞ。えっ茨城県特集だって。ね、お母さん茨城県特集やってる。どこに来たんだっぺ。絶対ひたちなか海浜公園だよね。 ネモフィラだよ、この時期絶対ネモフィラで来るもん、芸能人。え、誰が来たんだっぺひ野のじゃありませんように、ひ野のじゃありませんようにあ、最悪ひ野のだいつ来たんだっぺよく来たねえ、りちゃん。受験頑張ってっけうん。ほら、もうちょっとこっち来な。 あら愛リちゃん丸っこくなって可愛くなったわ愛梨ちゃん痛いよあんた太ってる方が可愛いわ今美味しいおみかんあったからちょっと待ってなねえお母さんお母さんねえもう帰りたい太ったとか言われたんだけどめっちゃうざいんだけどかりんとう食べっけあ大丈夫もう帰りたい